皆さんこんにちは令和5年度の測量使試験解説の講義を始めていきたいと思います担当はレック専任講師島村ですよろしくお願いしますでとにかく皆さんまずはお疲れ様でした 試験時間3時間大変長かったと思いますで問題もですね、えー、初めの方は答えやすい問題も多かったんですが途中からですねなかなかあああんまり見ない計算問題とかあーなかなか初めて見るような文章問題なども出てきて、えー、全体的な難易度というのはやはり難しかったんだと思うんですねでただやはり答えやすい問題も特に最初の方に集中して出ていますので、えー、合格できるかどうかといえば あきちんと合格された皆さんはあ合格できたのかなと信じておりますではあのー、それぞれ問題を見ていきたいんですが試験会場に最後までいた方は試験問題お手元にあると思いますでない方もいらっしゃるとは思いますので,で一応問題の方を移しながら解説の方は進めていきたいと思いますはいではあのー、こちらがですね測量手法の試験の問題です、えー <laughs> 会場で新しいものをもらってきたので一応まっさらなきれいなものですね。はいで遠い位置から順番に説明していきたいんですがあ時間の関係上お、まあ、あ特に気になるところだけ解説しながら進めてまいりたいと思います。 では1問目ですね次の文は測量法に規定された事項について述べたものである明らかに間違っているものはどれか次の中から選べという問題ですで測量手法において1問目は必ずこの測量法の問題ですねでだいたい答えやすい問題が多いので必ず取りたい問題でもありますでこれ間違っているものだけ見ていきますと3番ですね えー、基本測量の永久標識の汚損その他その行用を害する恐れがある行為を当該永久標識の敷地またはその付近でしようとする者は理由を記載した署名をもって国土地理院の長に当該永久標識の移転を請求することができるここまでは合っています。ただ、 この移転に要した費用は国が負担しなければならないとありますけれども、これ、測量法の24条において、この,です、ね、移,転の移転に要した費用は移転を請求した者が負担しなければならないと定められておりますので、こちらが誤り、3番が正解となりますね。2問目です。 次の A から E の文は公共測量における対応について述べたものであるその対応として明らかに間違っているものだけの組み合わせはどれか次の中から選べこの2問目が結構、くせ者で答えにくいものも出る年があるんですが今年は比較的素直な問題でしたで間違っているものを見ていきますと C ですね C の水準測量における新設点の観測を速やかに行うため永久標識設置から観測までの工程を同一の日に行ったこれうまい文章だなと思うんですねえ水準測量で設置するその標識24時間経過してからじゃないとお観測をしてはならないんですねでてなぜかというとお一級水準測量とかであれば0.1ミリ単位で高さを測定していくというものですからあコンクリート杭設置するときには通常 まあ、それから石垣でもそうですけれども、コンクリートで固めていくんですね、ですぐには固まらないので、え24時間待ちたい、でこれ、同一の日に行って行っていますから、あ24時間経ってないけど、観測してしまうということですから、間違いですよね。E 現地 測量にあたり金傍の四等三角点の測量成果を国土地理院のウェブサイトで閲覧できたため国土地理院の多さの使用承認を得ずに出店の明示をして使用した測量するときに確かに測量成果を調べることができれば測量できちゃうんですねでただ必ずう使用する際にはあ使用承認を得ることとなっていますから出店の明示をしたとしてもそれでは許されないんですね でですので C と E が誤っていますから2問目は5番が正解ということになりますねでは3問目見ていきますね次の文の「あ」よび「い」に入る数値の組み合わせとして最も適当なものはどれか次の中から選べなお関数の値が必要な場合は末の関数表を使用すすることとありますで3問目としてこういった計算問題もず、あのー、令和に入ってからずっと出ていると思います 三角形 ABC で各 ABC の角度を同じ条件で5回測定し、表算の結果を得た。このとき各 ABC の角度の最各値の標準偏差の値はあとなる。最各値の標準偏差、この3、4年ですね、問題の方によく出るようになりました。でその前は30年ぐらい出てなかったんですけれども、この最各値の標準偏差は最近はすごくですね、出題傾向がありますので、皆さんこれ、 問題文中に式がなくとも答えられるようになっていないといけなかった問題ということが言えます。再確地を計算する際には、まずこの5つの測定値の平均値を求めていきます。で平均値を求めますと、60度0分0秒となります。再確地の標準偏差を求めるためには、残差を求めていきます。残差は、再確地とそれぞれの観測値、測定値との差です。 60度0分0秒を基準としますと最初の観測はマイナス3秒次はプラス1次はマイナス1次はプラス5次はマイナス2これそれぞれ残差が生じています残差の事情を求めていきますサザンが9ですよね 1×1 1は1ですよねで 55252×2 が4ですでこれ合計しますと40という値になりますで最各値の標準偏差を求めるためには n× これをですねルートで開けばいいということになりますのでこの40というのは上のシグマ乳事情に当たりますで分母の方が n カッ n-1 今回は5回観測していますので5カッコ5-1ですので20になります 20分の40は2になりますので、えー、ルート2を開いた1.4秒というのが A に入るべき数字となりますですのでこの時点で345は選択肢から落ちます,落ちますねでまた、表算の測定値の最確値を各 ABC の角度とし辺 AB の変調を3メートル辺 BC の変調を8メートルとしたとき辺 CA の変調は異、e、となるとあります図を書きます 3メー,ターと8メー,ター、そして間の角度が60度ですこの時のこちらの角度の大きさをですね大二辺定理で求めていきます3の二乗プラス8の二乗マイナス2 × 3 × 8 ×サイン6 0度これ計算しますと49になりますそれをルートで開いた7.0というのが位、e、に入る値になりますので1番が正解となりますねはい これもですね、答えてほしい問題ですで4問目ですね。えー、4問目はですね、えー、これも簡単な方の問題だと思います次の文は地球の形状および測量の基準について述べたものである明らかに間違っているものはどれか次の中から選べ1地球上の位置をい軽い緯度、経度で表すための基準として地球の形状と大きさに近似した回転楕円体が用いられるこれは合っていますよねで2 えー、世界測地形において回転楕円体はその中心が地球の重心と一致するものでありその長軸があ地球の自転軸と一致するものであるとありますがこれが×です長軸と短軸何が違うかというと地球の大きさを想像するに地球は回転楕円体です。楕円帯ということは半径の長さが一定ではないんですね。短いい方方と長い方がある 地球は自転しているために赤道半径の方が長くなっているので赤道半径の方が長軸なんですねで、えー。極半径の方が短軸に相当しますので、えー、長軸となっているこの2番の足は誤りということで4番は 2, 番があの2の足が正解となりますね。で5問目です。 えー、次の文は公共測量におけるトータルステーションを用いた多角測量について述べたものである明らかに間違っているものはどれか次の中から選べこれも間違っているものだけ見ていると2番ですね水平角観測は1指順1特定望遠鏡性および半の観測を2追回とするとありますがこれは1追回ですよね。 えー、観測主母の計算ができる人であればこれなんかおかしいなっていう風うに気づいてもらえたんだと思いますねで、6問目です、えー、図6は公共測量における多角測量による基準点測量の標準的な作業工程を示したものである図中のあからおに入る語句の組み合わせとして最も適当なものはどれか次の中から選べ、えー、作業計画あい観測となっています あと「意に入るものには、先天か測量表の設置が入りますが、これは先天が先に入りますよね。先天というのは、測量表を設置するのをどこにするか選ぶ作業なので、当然、選ぶのが先です。選んだところに測量表を設置します。ということで、4番と5番が選択肢から落ちていきます。で、えー、ウエオとあります。 であの簡単なのは一番最後にするのは何かなと考えていくとそれは品質評価ですよね。鬼は品質評価が入ります あとは、うとえどっちが先か平均計算、点検計算点検計算が先ですねえ観測値を得るそれを点検計算してえこれって使っていい数値かどうかっていう判断をしますよねでそれでこの値は採用できると思ったらそれを使って平均計算しますからあー3番があー正解となるわけですねで8問目です え次の A から D の文は公共測量における GNSS 測量器を用いた基準点測量についたものである A から A に入る5区の組み合わせとして最も適当なものはどれか次の中から選べこれはものすごく難しい問題だったと思います多分ほとんどの方が答えられなかったと思うんですね、まあ、ただこれはちょっとしょうがないかなという感じです A、準天頂衛星は GPS 衛星と同等の衛星として扱うことができるですで。これでですね、選択肢から1と3が落ちます。B、2周波で気線解析を行うことにより、位の影響による誤差を軽減することができる、これは電離層なんですね。ということは、対流圏になっている4もここで落ちるんです。で C、気線解析を行うには、測位位置の、これは軌道情報ですよね。 ということは、ABC が分かったとしても、2と5の2択の択ままなんですねでそこで D を見ていくと、電子基準点のみを基地点とした2級基準点測量において、A の緯度および経度は、成果表の値、またはセミダイナミック補正を行った値のいずれかとするとありますが、これ、いやもう分かんないんですね。 で作業規定の方を見ていきますと41条の2項の6項のところにです、ね「2えー、2項の6号の号ところにですね、えー、基線解析の固定点」という文言が入ってこの文章が載ってますので、えー、2番が正解なんですけどこれを答えられる人というのは、まあ、なか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 にいなかったんじゃないかと思うんですよね。でさららにににいやらしいやししこことととあのー、絵に入るところとしては30 次元も平均計算で使用する基地点の方が数が多いので5を選びたくなってしまうという意地悪つきなんですねでもこれは2番なんですねでもこれは答えられなかったとしてもあまり気にすることはないと思いますで9問目 GNSS 測量器を用いた基準点測量を行い基線解析により基準点 A から基準点 B および基準点 C から基準点、D、や B までの基線ベクトルを得たと。 いうことで、A から C までの借りを求めなさいという問題ですね。でこれはよく出るタイプの問題です。A から B、C から B というふうになっていて、まあ、区間の与えられ方が多少例年とは違う部分もありますが、これ座標差を求めていきますと、200、600、200になるんですね。でこれを100分の1すると2と6と2になりますよね。 でそれぞれ、えー、乗した2の事乗は4、6の事乗は36、2の事乗は4なので、合計すると44です。ルート44を関数表で調べていきますと、6.63325という値が出てきます。この6.63325という値を、まあ、100分の1してますから、100倍してあげた2番が正解と。 いうふうになりますね。で、これは解いてほしい。はい、十問目です。 次の A から E の部分は公共測量における一級水準測量について述べたものである明らかに間違っているものだけの組み合わせはどれかということですが間違っているものまずは A ですね三脚の鎮下にある誤差を軽減するため漂尺を公私公私全私全私の順に読み取るこれは公私全私全子、公私の順に読み取るのが正しいですよねで A が×ですね で選択肢を見ると A が含まれているものは1か2だけとなりますね。で、B を見ていくと、漂尺補正のための温度測定は観測の開始時、終了時、固定点到着時ごとに実施する、これは合っています。E 正,規正標高補正計算を行うために気圧を測定するとありますが正標高補正計算に気圧は関係ないので A と E が×で2番が正解になりますねでこれもですねなんかこの E のところは分かりづらかったと思うんですけど A が合っていて BCD は絶対合ってるなというのがなんとなく分かってもらえると思うので消去法で選んでほしいなというところですねで11問目です 次の文は水準測量の誤差について述べたものである A から A に入る語句の組み合わせとして、えー、最も適当なものはどれかという問題ですねでこれも難しくはない A、指順線誤差はレベルと全指漂尺、後子漂尺の指順距離を等しくすることで消去できる B、レベルの位、e、の傾きによる誤差は三脚の特定の2脚を追ってくればあこれ、円直軸誤差だなって分かってもらえると思います C、漂尺の0.5差は、測点数をこれもいいですよね、偶数回とすることで消去できる D、公共測量における一級水準測量では、漂着の下方20センチですよね、えー、以下を特定しないものとすると、なぜかというと、地面の輻射熱の影響によって、基準線があまあ、まあ、歪んでしまわないようにするためですね、で組み合わせとしては1番が正解ですね、えー、これは答えてほしかった。 で12問目なんですよね。 えー、図12は水準測量における観測の状況を示したものである漂尺の長さは3メー,ターであり図12のように漂尺がレベル側に傾いた状態で測定した結果測定値が1 5メー,ターであった漂尺の上端が延直に立てた場合と比較してレベルに水平方向で0 2 1ー,ーずれていたとすると漂尺の傾きによる誤差はいくらか最も近いものを次の中から選べ漂尺の傾斜誤差出題されたのは 平成15年が最後です。その前は平成8年だったと思いますね。で、この問題は、いや、本当になかなかちゃんとやろうとするとめんどくさいんですね。で、分かっていることは、この漂着の長さは3メーターです。3メーターに対して210、まあ、0.210メーター傾いているんですね。で、今回観測したところは1.5メーターのところ。ということは、下からここまで1.5メーターですね。 表尺が垂直に立っていた時と比較してどれくらい数字が違うかっていうのが今回求めたい誤差なんですよね。でそうするとここで電卓が使えたんであれば1.5の事情を引くことのこれ0.210の半分の0.105の事情をこれをルートで開けばここの部分の値っていうのは出てくるんですけど測量手法って。 あの電卓の持ち込みが禁止なんですよね。そうするとそんなルートは開けないんです。で、他の方法を考えなくちゃいけないんですが。これは頭いいなと思ったんですが、あのー、3m という長さに対して、えー、この2100点210という値が単純ジェントレンェントレどれくらいになるかっていうのを計算していくとまあ、3÷0.21÷3 ですね。 それ計算しますとタンンジェントの値が0.07になるんですね。0.07になるようなタンンジェントの値を持つ角度っていうのは4度なんですよ4度。ということはここの部分の角度角の大きさが4度と分かるのでということは 1.5m にコサイン4度をかけるとここの部分の長さが出てくるんですね。 でその値から1.5を引くと、まあ、約4ミリという答えが出てくるんですですから考え方としてこの問題初見で見た時に答えられるとするならば今みたいにこの傾きの大きさを知ることによってコサインで正しい値を求めるで 1.5m ーーから正しい値を引くと差が出てくるという問題ですねでもう一つの方法としては こういう表尺誤差の傾斜の誤差を求める近似計算というのがあって誤って読ん,だ読んでしまった数字を L' としてで、えー、誤差の量を S としたきに、えー、2L' 分の S 次乗でこの数字を求め,る求められるという計算があるんですね。でこの近似計算を使うときに L に入る数字は1.5です。 で S、に入る数字は1.5の事情分、あ、ごめんなさい、えー、2×1.5 分の0.105の事情、これを計算すると、まあ、さっきの計算と同じ答えが出てきて、大体3.67ミリなんですね。で、計算すると約4ミリなので、まあ、1番が正解になるという問題です。でもっと言うとあの、昔の問題はここの部分がよく30センチだったんですね。メーター。タ でこの場合に1メー,ターあたりでは5ミリずつ誤差が出るんですね。で1メー,ターで5ミリ、えー、ごめんなさいいいのか1メー,ターで5 m m 2メー,ターで1 0 m m 3メー,ターで1 5ミリの誤差が出るということを講義中言ったことがあってでその時よりもこのね傾きが小さいことでそして漂着、えー、の測定値が1 5メー,ターであること考えれば 7.5ミリよりもですね誤差っていうのは必ず小さくなるはずなんですね。で考えればやっぱり一番しかないというふうにも選べたかもしれません。ごめんなさい、ちょっと最後、余計な話でしたけれども、この問題は非常に難しい問題であったと思います。はい、えー、13問目ですね。公共測量における一級水準測量を図13に示す区間で行ったところ、表の観測結果を得たといういつも出てくる問題ですね。 でこういう問題で計算してみるときにやっぱり最速の必要はないっていう答えは多分選ばないなっていうことはあ頭に置いておいてくださいで今回の観測距離は全体でどれくらいかっていうとあの観測距離が 250m4 つ分で1キロで 1km すで今回の許容範囲は 2.5mm ルート S なので全体の誤差の許容範囲は 2.5mm になるんですね で全体の観測高低差を計算していくとこの時の観測格差は2.7ミリになるはずですですので全体としては誤差の許容範囲を超えているので最速はしないといけないはずですじゃあどこを最速するのかというともちろん一番誤差が大きいところですよね でそれぞれの往路と袋の観測構成高低差を足し合わせていきますと格差が出ますが0.4、0.5、0.6、1.2なのでやっぱり誤差が一番大きい4の観測区間を最速しなくちゃいけないなということで3番が正解になりますでこれ計算はめんどくさいんですけどできてほしい問題ですね14問目この問題は 結果的には難ししくないいでです。す。も、絵を見た時ぎょっとしたとと思います図,は図14はある道路の縦断面を模式的に示したものであるこの道路において GNSS 測量により縮尺1000分の1の地形図作成を行うため縦断,断面図上の点 A から C の3点で観測を実施した。 点 A の標高は 78m 点 B の標高は 73m 点 C の標高は 69m で点 A と点 B の間の水平距離は 50m 点 B と点 C の間の水平距離は 48m であった。 この時点 A と点 B の間を結ぶ道路とこれを横断する標高 75m の等高線との交点を X、点 B と点 C の間を結ぶ道路とこれを横断する標高 70m ーーの等高線との交点を Y とするとこの地形図上における交点 X と交点 Y の間の水平距離はいくらか最も近いものを次の中から選べ。 ただし、点 A から C はこの地形図上で同一直線上にあり、点 A と点 B を結ぶ間の、結ぶ道路、点 B と点 C の間を結ぶ道路は、それぞれ傾斜が一定でまっすぐな道路とするとあります。で、本当にですね、この問題は図が与えられているから難しくない問題になっています。で、えー、それぞれですね、交点 X と交点 Y から、 まあ線を伸ばして三角形の相似形を作ってあげます。a と b の間は 50m ですよね？この時の高低差がどれくらいあるか？って言うと、78-73で 5m なんですね。で、a 点と b 点って 3m 離れています。で x から b 点まではこの高低差は 2m ありますね。 横が 50m に対して 5m あるんであればじゃあ 2m のこの高低差に対しては水平距離どれくらいになるかっていったら 20m ですよねで下の方も考えていくと b から c までの高低差はどれくらいあるかっていうと7 3 6 9で 4m ありますで y までの高低差は7 3 7 0で 3m ありますよね 4m の高低差に対して 48m であれば 3m に対する高低差あの水平距離は比例計算で 36m と出てきますあとは20たす36を足せばこの x から y までは 56m であると分かりますでそれを1000分の1してあげればいいだけなので4番が正解ですというものでした答えてほしい問題です 15細部測量において基準点 A にトータルステーションを設置し点 B を観測した時に2分40秒の水平方向の誤差があった場合点 B の水平位置の誤差はいくらか最も近いものを次の中から選べただし A と B の間の水平距離は 97m1 ラジアンは 2×10 の5乗とするとでこれ計算していくと、まあ、こういう三角形を書くわけですよね。 でこの時に、えー、転換距離っていうのは 97m です。で、間の角度が2分40秒ですが、1分が60秒なので、えー、60×2 プラス40で、ここの角度は160秒になります。で、この時に、まあ、扇形の弧でも弦でも、この大きさっていくつかなっていうのを考えていきます。で、ここの、 こでも弦でもこの長さを L とすると L 割ることの 97m×20 万秒が160秒になるはずなので160秒に97をかけて20万秒を割れば求めたい数字が出てくるはずです。でこれを計算しますと3番の 78mm っていうのが一番近くなるはずなんですね。 15問目は3番が正解です、まあ、普通に簡単な扇形の計算という感じですねはいで次16問目です次の A から C の部分は公共測量における地上レーザースキャナーを用いた数値地図データの作成について述べたものである「あ」から「う」に入る語句の組み合わせとして最も適当なものはどれか次の中から選べという問題です でこれはですね、難しい答えられなくても仕方がないと思われる問題です A、地上レーザースキャナから観測対象物に対しレーザー光を射出し対象物までの距離と方向を計測することにより対象物の位置や形状をこれは3次,元ですよ、ね、3次元で計測するとで B、レーザー光を用いた距離計測方,式には方法には照射と受光の際の光の位から距離を算出する位。 ここに入ってくるのが位相差か反射強度差ってありますけれども、これはです、ね、位相差の方が入りますで。照射から受光までの時間を距離に換算する TOF、タイムオブフライト方式があると、であと、e、異のところには3次元位相差と入りますので、3か4の2択にこの時点でなっているんですね。 C、地上レーザースキャナーを用いた計測方法は平面直角座標系による方法と極地座標系による方法があり極地座標系で計測して得られたデータは相似変換による方法またはうこれはですね後方公開法という後方が入りますで後方公開法と前方公開法というのは何が違うかというと後方公開法は機械の据えた点を 複数の基地点を観測することで明らかにする方法なんですね。で前方公開法は一つのあの点を明らかにするのに、まあ、複数箇所に機械を設置して明らかにする方法なんですね。で今回のこの変換の話では、あ後方公開法があまあ当てられているということですね。まあ、ごめんなさい、これはとても難しいと思います。で17問目ですね。 画面距離7センチ、画面の大きさ1万7000画素 ×1 万1000画素、撮像面での阻止寸法5マイクロメーターのデジタル航空カメラを用いて、延長箇に向けた空中写真撮影を計画した。 撮影基準面での地上ガス寸法を2 0ンチとした場合標高0メー,ターからの撮影高度はいくらか最も近いものを次の中から選べただし撮影基準面の標高は3 0 0ルとすると写真測量の計算問題比例計算を使った計算問題としては優しいタイプの問題だと思います。 で今回はあ地上の画素寸法が 20cm ですでも、撮像面での素子寸法が5マイクロメーターなのでこの2つを比較すれば写真の縮尺が求められるということになります。 2 0ンチを5マイクロメーターで割っていきますと4万分の1ということになります。これはですねマイクロという単位が分かっていないと計算できませんが1マイクロメーターというのは1メーターの100万分の1です。でこれ、えー、計算して4万分の1と出たら画面距離が7センチですから対地撮影高度は 7センチの4万倍の2800メーターなんですねその2800メーターに撮影基準面の標高の300メーターを加えた5番が正解となりますこれもですね答えてほしい問題ですねはい次ですね18問目です 次の A から E の文は公共測量における写真地図作成について述べたものである明らかに間違っているものはどれか次の中から選べとありますがなかなかこれも答えにくいただ答えあの過去問を一通り見ておいていただければ消去法で正解には至れるだけれども直接正解しを自信を持って選ぶことはできないなというなかなかの難易度の問題だと思いますで、 A、B、D は合っているということが分かると思うんですね。でも、そして E は間違っているということが分かると思います。E、モザイクとは隣接する中心投影の数値写真をデジタル処理により結合する作業をいう。パッと見問題ないようですが、モザイク画像っていうのは正写投影画像をつなげることですよね。中心投影画像ではないので。 これ e はバツだわと分かります。で、選択肢を見ると e が含まれているものっていうのは5か4だけなんですね。で、4の方は b になっていますが、b 写真地図は頭上で水平距離を計測することができる。あできるよなと思えば4、4。は b は合っちゃっているので、選択肢から落ちるはずなんですね。 そうすると C のブレークライン法により標高を取得する場合はなるべく段差の小さい斜面等の地制線をブレークラインとして選定するとありますがこれ段差が大きい斜面を選定するんですね。ですのでちょっと今までの各問でブレークラインについて掘り下げた問題がないのでこれがですね間違いだというのを選べる方っていうのはいなかったと思いますがま消去法で回答には 至れるかなというところです。ただやっぱり難しかったと思います。19ですね。この問題がこのあの今年の試験で一番難しかったと思います。 次の文は公共測量において無人航空機以下 UAV により撮影した数値写真を用いて3次元天群データを作成する作業 UAV 写真天群測量というについて述べたものである明らかに間違っているものはどれか次の中から選べですこれは本当に難しいです で結果的に間違っているのは2なんですね3次元形状復元計算とは撮影した数値写真および標定点を用いて地形地物などの3次元形状を復元しオリジナルデータを作成する作業を言うっていうのが正しいんですただここでは反射強度画像をってなっているので、まあ、2番が×だったんですねでただこれ他の足もどれもこれもなかなか難しいものが多くて19は本当に難しかったと思います 問目ですね。次の文は公共測量における航空レーザー測量について述べたものである明らかに間違っているものはどれか次の中から選べこれは簡単でした2番ですね航空レーザーザ測量では主に赤外… 金赤外波長のレーザー光を用いているためレーザー計測で得られるデータは雲の影響を受けない過去問においてえ雲を透過しないとかするとかそういう問題たくさん出てましたよね、えー、航空レーザー測量は水に弱いんですね天候の影響を受けるわけですですのでこれがツということですねはい で、で問目です。図21は国土地理院がインターネットで公開しているウェブ地図地理院地図の一部であるこの図にある自然災害伝承費の経緯度で最も近いものを次のページの中から選べただし図表21に示す数値は図の中にある裁判所及び税務所の経緯度を表すということでもう測量司法の地図を使った経緯度 あ地図を使った計算問題っていうのは経緯度計算しか出ないんだなという気持ちになりましたで探していくのはあ表21で経緯度を与えられている裁判所と税務所最初に探します裁判所はこの図面の真ん中地図の真ん中あたりになります でえー、税務署っていうのはこの地図の右下の方にあります裁判所の地図記号三角形に足がついていますが、まあ、これはですねこういう江戸時代とかの考察この,あの時代劇とかに出てきますがあこの記号が図形化したものですねで税務署はそろばんの玉なので分かりやすいです。でこのそれぞれぞ見つけたあ地図記号から、 図鑑に平行な形で四角形を作っていきます。でごめんなさい今適当に線引いちゃってますけれども四角形を作ってこの枠の縦横の長さを測っていきます。そうしますと、まあ、多少測り方によって差は出てくるかもしれませんがこの地図の枠の縦の長さが 60mm になります。横が 43mm ぐらいです。 で次に、ですねこの自然災害伝承費っていうのを探していきますとこの地図の真ん中下の方にあります、でこれですね、この自然災害伝承費はあ近年、過去問でも問われているので地図記号を今回は教えてくれていませんが過去問を勉強していればこれがそうだと分かったと思います。 でここのですね自然災害伝承碑から今引いた線に向かって水線を下ろしていくんですけど本当に細かい話このですね自然災害伝承碑は地図記号の中でも側面記号なので基本的にそれが表す地図あの位置っていうのはこの下の真ん中なんですねでそこから地図の下と横に向かって、まあ、線を引いていくんですねでそうしていきますとこの時の横に 引いた縦と横に引いた線の長さはそれぞれ10ミリと14ミリになっていきます。であとはです、ね、裁判所と税務所の経度差、動差を使っていきます。移動差があ20秒ですね。経度差が17秒ありますで。今測った数字を使って比例計算をしていくと。 3番の答えが得られれると思いますでこれ測る時にですねあんまり神経質になって測らなくても大丈夫です選択肢から選ぶ形なので、えー、まあ、1mm2mm ずれたところで選ぶものは変わらないのかなと思いますはいこれもですね時間はかかるけれども確実に答えてもらいたい問題ではありました。 で22問目です。次の A から E の文は地図と影法について述べたものである。明らかに間違っているものの組み合わせはどれかということですが、間違っているのはあ D と E ですね。D、ユニバーサル横目のカタル図法は、北緯84度から南緯84度の地域を、移度差6度ずつの ま、あの数字を見ると8486度合ってるじゃないかって思うんですけどこの分割するのは異度差じゃないですよね経度差6度ずつに分割していくので D は×なんですねで E はこれもいいですよね平面直角座標形に用いることが定められている地図投影法はああのガウスクユーゲル図法ですよねランベルト正確円錐図法ではないんでもう これが×ですから D と E が誤りのですから5番の選択肢が正解となります。 で23問目ですね。次の文は地図編集の原則について述べたものであるということですが、間違っているものはどれかというと、1番ですよね。編集の元となる地図過去地図）は新たに作成する地図、過去編集図の縮尺より小さくかつ最新のものを使用する。これある意味めっちゃ意地悪なんですけど、地図の大きい小さいを語る方法って2つあるんですね。1つは縮尺です。縮尺は大きいものの方が精度が高い。 もう一つは地図情報レベルです。地図情報レベルは小さいものの方が精度が高いですからこの文章は「縮尺」より「小さく」ってなってますけどそうすると精度の低い地図から精度の高い地図を作れっていうことになってしまうので罰なんですね。でこの「縮尺」と言っているのか地図情報レベルって言っているのかはとても大事なのでそこは注意してほしかったと思います。まあ引っ掛け問題なんだと思うんですよね。 で24問目、次の文は GIS について述べたものであるということですがでこちら、読んでいただくと正解としては5番選んでいいただけると思います、はいで。25問目ですね、えー次あ、25は平坦な土地における遠曲線支点 A、遠曲線終点 B からなる道路建設の計画を模式的に表したものであると。 交点 IP の位置に川が流れており、杭が設置できないため、点 A と IP、交点 IP を結ぶ接線上に補助点 C。 点 B と交点 IP を結ぶ接線上に補助点 D をそれぞれ設置し観測を行ったところ α=170 度 β=110 度であった曲線半径 R=300m とするとき遠曲線支点 A から遠曲線終点 B までの路線長はいくらかカーブレングスを求めなさいという問題なんですねでカーブレングスを求めるために必要なものは半径と口角 IA ですで角を求めるのに 今回はアルファとベータが与えられています。直線が百八十度、三角形の内角の和が百八十度であることを合わせ考えると。この単極線の中心角の大きさは八十度になります。で、これで口角が分かりましたので、三百メートルかける。パかける八十度分の百八十割ることの百八十。これ計算しますと、正解の。 2番419メートルが選べると思います。単極線を求めるだけです。で中心角をあの定めることができれば計算ができるという問題ですね。これも例年通りなので難しくはなかったと思います。 で二十六問目、ですね。次の文は公共測量における路線測量について述べたものである、明らかに間違っているものはどれか、次の中から選べということですが、間違っているのは三番ですね、銃弾測量とは、中心区等の標高を定め、銃弾メンズデータファイルを作成する作業をいう、銃弾メンズデータファイルを図紙に出力するときは、高さを表す縦の縮尺は、距離を表す横の縮尺の二倍から五倍ってなってますけれども、これは五倍から十倍を標準とする とすべき内容ですので、これが誤り3番が正解です。で、27問目この座標法の計算ですねえ。p と q の座標値がわかれば、あとはそんなに悩むことは少ないわけです。 で図見ていただいて、えー、P の座標値っていうのはあそんなに求めるのは難しくないはずですなぜかというと A と D の x 座標値は同じマイナス25ですから P 点の x 座標値もマイナス25のはずなんですねで y 軸方向に 2m だけ増えているので A 点のマイナス10という数字よりも 2m だけ大きくなったマイナス8というのが P 点の y 座標値ですね であとは、この9点の座標値を求めるのが一瞬難しく感じるかもしれませんが測量手法ではよくあるタイプの配慮がされていて C から BA に向かって垂線を下ろしますそうしますとどういうことがわかるかというと BC の間の座標差というのがです、ね、BC の間の x 座標がプラス5とマイナス21なので 26m あります。 で BC の Y 座標差がマイナス10とプラス16なので 26m あります。ということは縦と横の比率が変わらないということなんですね。で B 点と Q 点この間に垂線を下ろすとこの横方向の距離が 2m ですよね。ということは縦方向の距離の差も 2m になるので Q は B よりも X 座標は 2m 少なく Y 座標は 2m 多いということになりますので。 えー、B、9点の x 座標値はプラス3 y 座標値はマイナス8になりますで、これを使って計算をしていきますと382平,平方メートルという2番を選べると思います 最後ですね、28問目ですね、次の文は公共測量における河川測量について述べたものである、明らかに間違っているものはどれか、次の中から選べですが、これはとても簡単でした、1番です、距離表は堤防の乗り面、またはのり面および乗り方以外の箇所に設置するものとするとありますが、のり面および乗り方に設置すべきものなので、1番は×ということですね。 どううででしたでしたょうかね、えー、難しい問題、自分がやっていて、えー、問題を解いていて、これって難しいんじゃないかなと思ったのはああのー、8問目の問題ですね、8問目の問題の、ま、GNSS に関する問題で、絵に入るべき語句が入れられないで、あとは12問目ですね。 えー、表尺の傾きの問題でこの細かい数字どうやって計算させればいいんだろうと思ったんですがまああのがありますあとはですね、えー、誤差の値をそれぞれ使ってですね逆に、あのー、自乗して逆算する方法もありますが、まあ、ちょっとめんどくさいんでね、えー、まあどうかなとは思います。 であと難しかったなと思うのが12、えー、と 16, 16問目ですね。16問目のレーザースキャナーの問題もこれもですね、今まで出てきてない問題なので答えにくかったと思いますであと19問目ですねこれは、これも難しかったと思います UAV、無人航空機の測量ですけれどもで今回ですね、答えにくい問題が4つあったんですね ですので、まあ、4問とも間違えたという人はもしかしたら少ないのかもしれませんがこれ、4問とも正解できたという人は本当にいないんじゃないかと思うぐらい難しかったと思いますでただ、やっぱりですね、初めの方の1から6の問題とか最後の問題とかあ,、まあ、あとは写真の縮尺の問題とかあ救済措置とは言えないかもしれませんが難しい問題が多かった分簡単な問題も多かったのが今年の特徴のような気がします。ですから、 難易度としては確実に上がったとは思いますけれども、じゃあ合格率が極端に下がったかというとそんなこともないような気がします。まあ、あのー、合格発表は楽しみに待ってみたいと思います。で皆さんこれでですね自己採点できたと思うんですけれども合格したと思われた方はですねぜひ測量し測量司法からですね今度は土地家屋調査士の勉強へと移られてみたらいかがかなと思います。 それでは測量手法令和5年度の本試験の解説講義をこれで終わります。お疲れ様でした。